ひどい目に遭いましたよ。もう優雅に遊覧飛行を楽しんでいたら突如空に謎の裂け目が生じて吸い込まれるなんて、一体誰が予想しますか。そして気づけばどこかの砂浜、はてさてこの先どうなることやら。とカービィ視点での話はこのぐらいにして、こちらは星のカービィディスカバリーの体験版でございます。せっかく体験できるのですから遠慮なく体験します。そして今回は一人実況を考えておりまして、なぜかと問われますと、空虚な人生を送る中で生じる憂鬱感、要はセンチメンタルな気分ですので、一人でひっそり実況しようと思い立ったラッキーテルでございます。そしてラッテルが一人でゲームしようとしてたから参戦。霊夢だよ。あなたのおかげで僕の前置きが不意になりましたよ。とはいえやっぱりゲームは誰かと遊んだ方が楽しいですからね。歓迎しますよ。わーい、ワドルディになってお助けするよ。ここは奥に進めばいいと思うのですが、その前に軽く操作確認しましょうか。おーなんかできた。バンダナワドルディはやり使いですから、槍を投げる攻撃ですよきっと。そしてカービィができるのは安心と信頼の吸い込みですね。おー他にも槍をブンブンできるよ。これは強そう。ではそろそろ先へ進みましょうか。しかし緑いっぱいの風景が見ていて心地いいですね。そうだねー、この先にどんな冒険が待ってるのか楽しみだよ。楽しみなのはわかりますが、最初の難易度設定で難しい方を選んでますので、その点は注意してください。了解。あ、A ボタンでジャンプって出たよ。この辺りはチュートリアルのようですね。もうある程度は理解していますので、バッサリカットしましょう。そろそろチュートリアル終わりかな。てなにあの動物かわいい。あ、レイムそれ敵です。え、そうなの。わわわ危ない危ない。焦っている割には強力な攻撃放ちますねあなた。まあそれはそれで頼もしいですね。この先もよろしくお願いしますよ。任せてよ。この槍さばきでどんな雑草もイチコロだよ。その謎自己アピールで頼もしさが激減してますよ。あ、向こうに何か見えるよ。行ってみよう。あ、でも草はきっと来たいよ。雑草を狩ることは諦めない雑草魂。でもやっぱり冒険が一番だよ。狩れるのが早いよ雑草魂。ですご、この光景はまさに文明と自然の融合、圧巻の光景ですね。まさか自然の向こうに街があったなんて。でも緑もいっぱいでなんだか不思議だよ。今までのカービィとは一線を画す世界観ですよね。と考えにふけるのもこのくらいにして、さあ行くぞ。ほらほらこの先敵だらけですよ。そしてついにカービィおなじみのコピー能力発動です。ソードだね。槍と剣で突撃だよ。このキノコな敵は私が倒すよ。いいですね。ではこっちの敵は僕の斬撃下というものは痛みを知って初めて強くなれるのです。いい言葉だね。それに一回のミスドウってことないよ。その優しさは嬉しいのですが、マリサだったら突っ込んでくれるところですね。きっとマリサなら今のは成長を伴わないミスだけどな。とか不大事に言ってもあれですけど、いつもお世話になっております。確かに言いそうだね。あれ、行き止まり。いや、常識が上方向を示していますので、そういうことでしょう。なるほど、それじゃあ早速高見えを到着。でもまた敵発見。あ、能力してるのは Y ボタンなんですね。そしてまた吸い込みすれば別の能力を使えるわけです。今度はボムだね。爆弾投げ放題は強いよ。そういうことよ。そんなブロックに身を隠しても無駄ですよ。さすがです隊長、私も負けてられないよ。あ、ボムがいくつか残っていますが、それ霊夢にもダメージあるかも。ちょっと待って、怖いよ。恐ろしいよ。すでに爆弾の恐怖に負けてますね。まあこのゲームにフレンドリーファイアはないと思いますので、先ほどの発言は忘れてください。よかった。でも念のために空を飛んで攻撃を仕掛けるよ。その技かっこいいですね。何やら降り注いでいますし、しかも最後は落下でズドン。これまたかっこいいよ。ワドルディといえばザコキャラのイメージですが、このバンダナワドルディは一味違う。あ、向こうにあるコインみたいなの取りたい。槍を伸ばしたら取れないかな。え、霊夢？ちょっと待って、落ちちゃった落ちちゃったって落ちちゃう。ザコとまでは言いませんが、危なっかしいワドルディです。本当に危なかったよ。ワドルディもカービィみたいにすごいジャンプできるから助かったよ。では進みましょうか。奥に見える扉に向かいましょう。わかったよ。でもその前に安全を確保だよ。おうまい、鮮やかですね。ふふん、ワドルディ霊夢に怖いものなしだよ。だからこの怪しい建物も私が先に入るよ。まあ入る順は関係ないでしょうけど、さてこの先はどうなってますかね。あれ、私が先に入ったのに私がいないよ。ムービーの都合でしょうね。今だけ霊夢の存在は消滅しております。そんな怖いものなしと思ってたけど、私の存在がなくなっちゃうムービーが怖いよ。そんな深く考えなくても少しの辛抱ですよ。で、それよりも僕がピンチですよ。大丈夫だよ、カービィなら吸い込みで解決だよ。まあ実際そうなんですけどね。やっちゃってくださいカービィさん。いやーさすがの吸引力ですね。しかしあまりにその吸引力が強すぎたせいで、車も吸っちゃってるよ。これどうなっちゃうの。あ、もう大丈夫なの。触れるとこそこって言いたいところですが、正直僕もそれ思いました。はい、というわけでこちらが今作のカービィの新能力、頬張り変形でございます。カービィが車になっちゃったよ。私は後ろにしがみついてるね。その名の通り物体を頬張って変形し、頬張ったものの特性を駆使する能力ですね。つまり今のカービィは車そのもの。豪快なドライブを始めましょう。ゴー。あ、目の前に邪魔なブロックが。邪魔なら突撃壊すのに。確かに豪快なドライブだよ。私も槍を投げてサポートだよ。正直車の馬力だけで全て解決すると思いますが、頼みましたよ。頼りにされている気がしないよ。さあこのまま当てのない旅へ。もう誰も我々を止められません。油断禁物だよ。あ、鉄装銃。速対銃。今のはあなたの攻撃で倒してますね。ナイスです。なら私がいれば敵なしだよ。すいませんが、あなたが今締めた油断という敵が現れてますよ。まあしかし今はどう見てもボーナスタイムですからね。障害物も敵も恐るるに足らずです。そうだね、あの岩も私の槍で。私は無力だよ。逆に槍で岩破壊したら驚きですよ。おっとこれはお宝の山では。しっかりとくところを温めつつガンガン進みますよ。いいねー、この先も街があるみたいだね。そういえば我々この世界のこと何も知りませんからね。この先で何か情報が得られれば良いのですが。
ワドルディずっと後ろにしがみついてるけど疲れないのかな。それを言ったらずっとエグいレベルで口を開けているカービィが心配。おや？ワドルディ、私以外にもワドルディがいるよ。そして捕まってるよ。今作では捕まってしまったワドルディを救出するのが冒険の目的だったはず。しかしなぜワドルディが狙われているのかはわからないんですよね。敵だったワドルディをこのゲームでは助けていくんだね。私も今はワドルディだから放っておけないよ。僕的にはワドルディって敵になることが多いのでいささか気乗りしませんが。もうきっと近くに犯人がいるんだよ。見つけたら私におうどんをたくさん食べさせる系だよ。出し方に私利私欲が出すぎですよ。おっと、つい先ほど襲撃を受けたことを如実に物語っていますね。壊され放題だよ。ワドルディをさらってしかもこんなことまで。それにまたムービーだから私の姿がないよ。いやいや、そうとは限りませんよ。もしかしたら今追われているワドルディが霊夢かも。君のことは忘れないよ霊夢。私じゃないし諦めるの早いよ。あ、この子は確かエフィリンでしたっけ。この子も狙われているようですね。そうなんだ。すごく困ってるみたいだよ。ですがカービィって案外こういうキャラが悪者ってことがあるらしいですし、相手見て見ぬふりしてもいいのでは。そんなわけないよ。ワドルディをさらう悪者に狙われているってことはきっと悪者じゃないよ。なんだかわかるようなそうでもないような見解ですね。あ、エフィリン捕まっちゃったよ。あの檻ちょっと耳を畳めば普通に出られる幅では。きっと勝手に出たらおやつ抜きって言われてるんだよ。身の安全よりおやつ優先。早速助けよう。できたらそのおやつももらおう。ちょ勝手に突っ込まないで霊夢。あ、今おやつをもらう交渉をしようとしてたのに。早速主目的がおやつに置き換わっているだと。あ、ちゃんと敵は倒すよ。左の方は任せて。ではそれ以外を僕が。でも終わりです。楽勝だったね。これで助けられるよ。ですが檻をどうやって開ければ。斧で爆破すればいいか。多分その方法は良くないんじゃ。自分で言うのもなんですけど絶対良くないですね。今あったばかりなのにこのシンクロ率。エフィリンただものではありませんね。あ、話しかけてきたよ。お礼言われちゃったね。いやいや、それほどでも、星の戦士として当然のことをしたまでですよ。でもやっぱりワドルディたちはさらわれちゃったんだね。ふむふむ、幾度も街を襲撃されこのありさまというわけですか。エフィリンとワドルディはここで暮らしていたけどなぜかビースト軍団に狙われたってことですかね。あの動物たちってビースト軍団って言うんだね。これ以上ビースト軍団の好きにさせたらいけないよ。グッドタイミングでワープスターも来ましたね。こうなったら乗りかかった船です。ワドルディ探そう、救いましょう。それがいいよ。ワドルディ助けまくろう。そしていつかワドルディ軍団を作ってビースト軍団と真っ向勝負するんだよ。それでまた捕まったら最初からやり直しなので結果ですね。しょぼーん。あれ、そういえば私もワドルディだから狙われたりするのかな。バリバリ狙われてもおかしくありませんね。そっか、私ここでお留守番してていい？一緒に頑張りましょうね。はい。到着。次のステージも自然豊かですね。そうだね。天気もいいしこういうところで食べるおうどんは間違いなく格別の味だよ。こういう時に示すべきレイヤーお弁当とかバーベキューでしょ普通。は？つまりおうどん弁当バーベキュー味が最高ってこと？驚くほど食欲がそそられませんよ。ってこの敵カッターですよね。早速能力いただきます。ブーメランみたいに投げて攻撃できる能力だよね。どれどれ、これはなかなか使い心地が良さそうですね。あ、見て見せらってる木のところ。のんびり寝てますね。敵ながらキュートです。だねー。寝てるなら襲ってこないしそのままにしよっか。霊夢は優しいですね。優しさは軽率であり自傷行為であることを僕は知ってるんだ。いきなりやってるの闇だよ。あ、いけないいけない。このゲームは明るく楽しく遊ばねば。もし、というより絶対あると思うけど悩みがあるなら聞くよ。ありがとう霊夢。あなたはやっぱり優しいですね。えへへ。優しさは軽率であり自傷行為であることを僕は知ってるんだ。わかったよ。これ無限ループになっちゃうやつだよ。まあネガティブはこのぐらいにしてと。お、隠し通路発見。カービィといえば豊富な隠し要素も魅力ですよね。さすが隊長、お花を見つけていい感じ。チューリップを5本探せとな。こういうミッションみたいなのもあるんだね。それならチューリップ探しも張り切っていきましょう。おう。これも頬張り変形が使えますね。車の次は自動販売機。でも自動販売機だと何ができるの？A でジャンプ、B でカンショットですか。どれどれ。応援者力も射程も申し分なし。いいな、ワドルディも頬張り変形できたらいいのに。ディスらないキャラにその願望は酷ですね。にしても強いカンショット。しかも射出した缶は拾って再利用もできるんですね。今のカービィは敵なしだね。ガンガン進んじゃおう。そうしたいのは山々ですがこのあからさまなシャッターは見逃せませんね。もうダイナミック缶ジュースを修理。既存じゃったよ。しかもこれもミッションだったんだね。いいですね。お宝もありましたしまだ先もあるみたいですよ。はしごを登った先には何があるのかな。そんなの登ってしまえばわかりますよ。そして登ったのでわかりましたよ。何かしらのカプセルですね。言うほどよくわかってないね。まあ収集要素の一つなんでしょうね。へえ、こっちから降りられそうだよ。あーすみませんがこっちに戻ってくれません。もったいないので自販機拾って進もうかと思いまして。そっか、確かに強いからできるだけ頬張っていたいよね。そうそう、この四角いフォルムの安心感たるや。さあ寄り道もこのぐらいにして自販機無双を始めますよ。あ、察し。もしかしてその状態だと飛べないの？もしかしなくてもその通りです。さよなら愛しの偉大な力。うわうわ強そうなのが突っ込んでくるよ。わら、実際強かったよ。厄介ですね。自販機を失った今のカービィでは。
カービィってもともと強かったですね。カービィの味方のワドルディでよかったよ。それではワープスターでレッツゴー。そういえばここに来るまでワドルディと会わなかったね。きっとこの先にいますよ。ビースト軍団のご飯にされていないことを願って探しましょう。その可能性もあるのかな。ワドルディを食べちゃうなんてひどすぎるよ。あれ、カービィってそういえば君のような勘の言いがきは嫌いだよ。ひぃ、おやおや、奥に危険なものが見えますね。大砲だね。気をつけて進んでいこう。それもそうですが、危険物には危険物で対抗です。再びのゴム。あと今気づいたけど大砲結構上にあるからジャンプしなければ当たらなそうだよ。ですがこうすればもっと安全ですね。おお、箱を壊して大砲を落とすなんて冴えてるよ。まあそうしてくださいと言わんばかりに積み上げてますからね。おっと、あそこに見えるは三角コーン。頬張り変形の対象物ですね。四角の次は三角だよ。今度はどんなことができるのかな。パクッと頬張り変形完了。尖った力をとくとみよ。しっかり尖ってるよ。尖った部分で攻撃するのかな。ご名答、例えば今霊夢が壊していた木箱よりも頑丈なこの鉄の箱、それを難なく壊すこの力、明らかに三角コーンより硬いはずですのに壊せるのは謎ですがね。きっとカービィが尖ったから頑丈になってるんだよ。なんならその頬張ったカービィの体が一番柔らかいと思いますけどね。そしてこの亀裂は突き刺せというお告げ。あ、そうで、ダイナミックだね。私は頬張り変形できないから別のことでお役に立つよ。よく狙って。ほい、いい狙いです。しかし戦闘に関しても手を取りませんよ。もう一撃で一掃。もう私たちに資格はないね。そうなんですね。さあさあ、どんな敵でもかかってきなさいな。来た。はな、満身はよくありませんね。やっぱり油断は禁物だよ。あ、こんなところにチューリップ。忘れてたよ、チューリップも探していかないとね。でもまずはこの大砲の弾を避けないと。その心配はご無用。位置的に砲弾をかわすためのものだと思いましたよ。これで大砲怖くないね。って言ってたらまた奥に大砲が。霊夢、こっちこっち。この水道管は突き刺せ案件。そんなことしたら放送像以上の大放出。ここから行けば大砲の危険はないですね。大砲の攻略手段をすりわろた。しかもこれもミッション、そしてあれも突き刺せ案件だよ。いやー、三角コーン便利ですね。しかしお別れの時みたいですね。そうなの？悪化プゼル。奥にはしごがありますから、ここで捨てなさいということでしょう。ですがボールも近いということかもしれません。つまりはドルビが近くに。どうしよう、助けに行こう。あー、その前にこれ壊させてください。量子回復アイテム。いいなー、私もダメージあるから回復したいよ。カービィなら口移しによる回復の共有ができると思うのですが。あー、いたいた。今助けるから待っててね。どうやら無事のようですね。それは良かったのですが。ですよねー、ここでバトルってことですね。せっかくだから僕はカッターに変えますぜ。量子バトルだよ、相手が誰でも負けないよ。オードン上げるから負けてと言われたら。勝つことより大事な負けだってあるよ。どんな相手にでも負ける可能性を秘めてるじゃないですか。で、強そうな敵が出たよ。少なくともオードンをくれそうにないよ。ここで中ボスのご登場とは。距離を取って堅実に戦いましょう。でも私は相手ガンガン攻めるよ。勇敢ですねー。対して相手は守りに入りましたね。ですが後ろがガラ空きですぜ。量子チャンスタイム。大ダメージだよ。私間違えて全然攻撃できてないのにすごいダメージだよ。チャンスを全く生かせてない自分を少しは咎めましょうね。はい。うわ、これ絶対突っ込んでくる。回避回避か。これはいけるよ。もう一回チャンスタイムしたら確実に勝てるね。噂をすれば、よし僕が当たりになりますので今のうちに。わかったよ。これで勝負ありだね。我々ながら見事なチームプレイ。ワイルドエッジ派です。僕らを敵に回したのが運の尽き。あらってるが下敷きに。今助けるよ、待ってて。攻撃すればいいのかな。もうやられてるのに攻撃は気がつけるけど。そもそも僕バリバリ無事ですけど。私の心配返してよ。せっかくですし、ソードもらっとこ。そしてはドルビですね。助けてほしそうにしてるよ。とにかく無事でよかったよ。では救済。これでやっと一人目ですね。じゃあこれでここのステージはクリアなのかな。どうなんでしょうね。もしこれで終わりならチューリップ見逃しまくりですよ。ですがトリマワープスター。ラジャー。まだ続きありましたね。もうすでにいろいろ気になる箇所がありますが。あっ、お肉。ちょうど体力減ってたから嬉しいよ。ですが敵も来てますよ。この子たちは大丈夫ですが。奥の牛さん強いんですよねー。手避けられない。あれ、今なんで無事だったの。ガードですよ。L か R ボタンでできるみたいですので、困ったらガードするのも手ですね。へえ、いいことを知ったよ。ありがとう。きっと霊夢はガード全く使わないんだろうなー。あ、この植木になってたんですよね。丸いものがあるね。でも攻撃して壊せるのかな。ふん、壊すだけが攻略ではないってことですね。まさか。頬張り変形で全て解決。もともと丸いので変形というよりただ頬張ってるだけな気もしますが。ワドルディ、まさかこんなところに閉じ込められてたなんて。下となって後ろで転がってるカービィがなんともシュール。ともあれワドルディ二人目、いいペースです。あれ何？新しい敵だよ。でもきっと頭が弱点だよ。どうでしょう。あれま、聞いてないよ。じゃあどうやって倒せばいいの？僕の予想が正しければ近くにあれがあると思うんですよね。ちょっと周辺を見て回りましょう。例えばこのはしごを登ってみたりとかね。ラッテルの予想とは？あれは？やっぱりね、あの敵の体のひびは突き刺せ案件だと思いましたよ。そしてこれツタが絡まってますが、ソードや槍で切断できると思います。それ、本当だ、切れたよ。ここからは僕の仕事。さあこれで終わりですよ。この三角ヘッドバットで綺麗。大変恐縮ですが、私めの攻撃をお受けいただけますでしょうか。さっきまでの頼もしさ。改めてドン、やはりこれで倒せますね。ナイスだよ。しかもワドルビだよ。もうどこにでもいますね、この子。これで3人目。力
かも近くにチューリップ、順調上々。いいねー、残りのワドルディもチューリップも探していこう。お次はこのハイビルに潜入、これ直感ですがウォールは近いですよ。前から思ってたけどこの世界ってボロボロの建物ばかりだね。なんと言いますか、僕たちのいる世界がそのまま滅んで月日が流れたような世界ですよねー。ゲームを進めていけばこの世界の謎も解けるのでしょうか。体験版ですから解きようもありませんが。私にはわかるよ。世界がこんなことになる理由なんて絶品おうどんのレシピをめぐっての戦い以外にありえないよ。全世界の住民があなたでない限りそんな戦い起きませんね。ってあなたはお優しいですからそもそも戦い起きないか。ねえ、それよりもチューリップ残り1本だよ。いやきっとこの最上階にあるんでしょうね。楽勝だな。チューリップ満開間違いないね。では景気よく水道具じゃ、この上にあるものは。あ、突き刺さないと倒せない敵、しかも特大サイズだよ。おや、あやつが担いでいる建物の中に何か見えます。いったー、よそ見してたら痛い目見ました。あの噛みつき攻撃は危険だよ。当たらないように気をつけよう。あ、ちょっと待ってください。次の攻撃が終わったら進みましょう。よし今です。進め、この瓦礫の上。え？そっかその凹んだ場所に行かなきゃだったんだね。お次はこの水道管を縦にしてっと。って何してるんですか霊夢。いやーもしかしたら私の槍で倒せないかなーって。こやつより小さい個体が倒せなかったんですから無理がありますね。そしてどのようにこやつを倒せばいいのかと思っていましたが、なるほど、この水道管を破壊してさらに上へ行けばいいんですね。この水道管を破壊して、ちょっと待ってください。落ち着いて、よく狙うんだよ。よく狙いましたよ。これで上を取りました。あとはもうお分かりですね。粉砕タイムですよ。でもその前にカプセルを拾って、これでやり残したことはないかな。何か忘れているような気もしますが、まあいいか。そういやさ、とんでもない威力だよ。三角コーン恐るべしだよ。あ、中にいたのはワドルディだったんですね。一気に3人も。きっとこれでゴールだよ。ワドルディ救出大成功。あ、どうしたの？勝利のダンス中だけど。チューリップ1本足りていない。あ。引き続きプレイしていきましょう。お次はいかにもボスな雰囲気。チューリップのことは忘れよう。バトルなら負けないよ。お勤めご苦労様ワープスター。では探索開始です。私たちは恐れを知らない探検隊だよ。でも思ったより広いところだったからどこを探検したらいいのかわからないよ。まあ奥に進んでいけばいいと思いますので、あのエスカレーターを登ればよいかと。しかしいつボスと鉢合わせるかわかりませんし、念のため敵を頬張った状態で進もうかな。お、動いてないエスカレーターを登るのって不思議な気分だよ。あれ、今何か見えたような。それより見てよ、目の前にバナナがいっぱいだよ。これはまた豪快なほど山積みですね。今はまだノーダメージですのでとっても無意味ですが、しかし大量に置かれたバナナですか。PV で見たあのボスがいそうですね。バナナってことはお猿なボスなのかな。あれ、コントローラーが震えてない？震えてますね。まるで巨大生物が移動する際に発生した振動のごとく。で、一番左の能力アイスですよね。まだ使ってない能力ですね。これ一択ですね。氷を吹いたりまとったり、きっとアイスも頼れる能力だよ。このスケートのような移動もアイスって感じですね。この能力の効果とか知りたいです。手頃な敵とかいませんかね。手頃な敵、あれとか。どう見てもぶっつけ本番ですよね。しかしなんというデカさ。幸いまだこちらには気づいていないようですが。でも動き出したよ。これこっち向きそうだよ。うわほんとだまずい。なんとかごまかしてやり過ごすんだよ。私はワドルディ、私はワドルディ。あなたの将来何も任せてないでしょう。絶対にバレた。あ、ごめん僕もう終わった。隊長諦めが早いよ。いやこんなパワー強そうなボスに捕まって逃れられるわけが。普通に逃げれた。さすが隊長、これなら絶対勝てるよ。あなたは勝ちを確信するのが早すぎですよ。あと演出かっこよ。ゴーアンジューゴルルムンバトのバトルです。私参上。あ、ボスの首のところ。あれってもしやワドルディ、首飾りにされてますやん。早く助けないと。でも大きな腕を使った攻撃は要注意だね。でもジャンプで避けれるはず。ほらね、的確な回避行動偉い。そして攻撃だよ。これも当たったしいい調子。ここに来て霊夢が頼もしい。子を育ててきた親の気持ちが少しだけ分かった気がします。成長した今の私の槍は100発100中だよ。100発97中ならまだ間に合うよね。気のせいだったことが分かりましたね。あと最初の攻撃に対してとっさにガードした際に気づいたのですが、アイスのガードが強い。すごいね。でも私もあることに気づいたよ。ボスってずっとラッテルしか攻撃しないから私は攻撃し放題なんだよ。そういえばそうですね。って見たことない動き。念のためジャンプで回避。しかしストーリー的に狙われるべきはワドルディの方でしょうなぜ。きっとあの時置いてあったバナナはゴルルムンバノでそれを勝手に食べたから怒ってるんだよ。いやバナナに対する嗅覚鋭すぎますね。まあですがアイスのガードの硬さを考えれば僕が狙われる方がむしろ好都合ですね。その隙に霊夢が削ってくれれば楽勝ですよ。事実まだ我々のダメージですからね。そういえばそうだね。でも体力が減ってさらに怒ってるみたい。しかしあなたが追い詰められている現状に変わりはありません。このまま押し切って。この構えはまさか。え、何これ大回転。で、でも腕の攻撃はジャンプすれば当たらないはず。いやこれはどう見てもジャンプは落効果。にしてもこれはスマブラにおけるドンキーのウェディの動き。スマブラの知識がこんなところで役に立つとは。私は2回も食らっちゃったよ。あれ、様子がおかしいよ。これは、おーすごいアイスにこんな力が。動きを止めちゃうなんて、今のうちにチャージ攻撃をお見舞いだよ。おっと危なし、偶然のジャンプで避けちゃうなんて我々ラッキーですね。これは、いや今のはあれですよ。運で避けてしまうというのは相手に悪いのでその分食らっとこうかなと。ダメだこの言い訳は僕のアイデンティティを自ら否定することになりますね。なんでもありません。言い訳だと認めちゃってしかも諦めちゃったよ。さてボスの体力は問わずか。バグが、なぜ今ガードを解いたのか自分でも謎ですがこれで終わりです。これは、
も突撃波です。そして体験版はここまでのようですね。そっか、これ体験版だったね。体験版だって忘れるぐらいやりごたえがあったよ。まさに同意見です。それにこちらを最後まで遊ぶとプレゼントキーワードなるものがもらえましたので、視聴者の皆様もぜひ遊んでみてください。ではでは、思ったより実況も長くなりましたし、締めのお時間。視聴者の皆様、ここまでのご視聴、ありがとうございました。